ようございます。おはようございます。本日ブラックベリーはですね、はい、とある会社にお邪魔しております。会議中なんで静かにしないといけないんですけども、とあるコラボをさせていただけるということで話を伺いに来ましたけども、はい、どうですか気持ちとしては。個人的にはめちゃくちゃ嬉しいコラボなんですこれ、うん、いいんですけど、そわそわここにいっぱいね服とかめっちゃあるんですけど、すげえ可愛くてテンション上がってるんです。打ち合わせに行きましょう。じゃあ、はい、行きます。うわっ、行きます。うわっ、はい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 、これめっちゃ可愛いよね。めっちゃ生地とかいいよ。見かけるな、街で。街でめっちゃ見るよな、正直。なるほどね。交差点のさ、前にさ、待ってる人とかが来てたりとかするの。あっ、俺それ知ってんねん。俺今度クラブ住んでるって思ってた。偉そうに思ってた。えっ、これいいね。ハートっぽい。ハートっぽい。確かに。確かに。色だけやんけ。あとなんか、パーパのガールズっぽい。ああ、確かに。ジムキャー。実際、うちの事務所お客さんとかでもね、そういう人いっぱいいるよね。楽しみだ。楽しい。じゃあ今日のうちは楽しみ。でも今日はご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。こう例えばブラックベリーさんとコラボさせていただくとなると、どういったアイテムがいいかなって悩んでおりまして、はい、まあ、前提として、はい、やっぱこう普段着れるというか、はい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 、まずそこを前提にしたいなっていうのがあると、うん、僕らやっぱブラックベリーなんでブラックというか。まあ、黒いボディで大きめのとかいいんじゃないかなっていうのはデザインじゃないんですけど、まあそういうボディとしてはそういうのがいいんじゃないかなっていうのが、うちも結構黒、まあ、黒い色は得意なのと、はい、まあ、普段一番着やすいので言うと、まあ、パーカーだったりとか、あ、いいっすね、あのロンティーだったりとか、まあ、結構あの普段からよく出すアイテムだと思って、やっぱパーカーは結構やっぱ人気は普段のことないけど、季節的にもブラックベリー感もしっかりと演出できればなって思っております。どこでブラックベリー感出すかっていうのは、うん、のジェフになってクマをどう改造していくか。ああ、そうね、確かに確かに確かに、うちのブラックマベリー、確かに、うん、それこそそのコラボっていうと、うちの衣装を着せてるとか。あ、衣装ですか。はい、モチーフのクマさんに対して、そんなのめっちゃ可愛いと思いますけど、ね、確かに座ってるクマのシルエットじゃないですか、はいはい、クマの足の裏にロゴ入れたりとか。ああ、コラボ感、うん、なるほどですね。普段ロゴ入ってますもんね、そこの場所に。あ、そうですね、そこに僕らのロゴが入ってるみたいな、すごい可愛い。あ、めちゃめちゃでもいい。パッと衣装だったら伝わりそうですよね、うん、そうですね。確かにクマっていう部分でリンク性がもあるんで、うん、ちょっと難しそうですけど、ちょっと一回前やって、そうですね、ちょっと衣装っていうのはね、なかなかハードルも高いかもしれないけど、特にブラックベリーさんの衣装ってすごくできてる、凝っているデザインじゃないですか、はい、デザイン性がかなりあるんで、はい、まあ、それをちょっとどう落とし込めるかっていうのをやってみてっていう感じになる、うん、そうですね、うん、あと一つ僕のわがままなんですけど、はい、クマって結構耳にピアスだったりとか、はいはい、そのチェーンとかつけてるいろんな交際いると思うんですけど、はいはい、ブラックベリーの衣装って結構スタッツが結構最近、うん、あの特徴になってきたりとかもしてるんで、確かにそういうのを耳につけたりとか、すごいかっこいいですね、肩に肩につけたりとか、うん、すごいあの衣装にこだわりすごい感じていて、確かにそういうなんかあのエッセンスを入れたりとか、そうですね、まあ、その上で絶対にこれしたいなっていうのがあって、はい、僕の衣装で金のチェーンネックレス、はいはいはい、されてますよね。まあ、せっかくなんでそれはしたいかな。なるほど。なるほどね。クマちゃん。なんかさすがにお腹出てるのはできない。はい、確かに。なんでちょっとネックレスは譲れないんで。いやでもネックレスつけて、いやでもなんか今まで過去一イケメンなクマになりそうです。やっちゃそうね。そうですね。いやでもめちゃめちゃいいと思います。譲れないポイントなんで。ちょっとやってみます。そうしましたら、じゃあ黒系のパーカーでリンク性のあるクマっていうモチーフをアルテルベースにして、耳にちょっとポイントで入れたりとか、腕にもちょっと縮ばめたりとか、はい、と衣装を着させてみる、見てどうなるのかっていうのを、はい、ちょっとやってみようかなと。そうですね、はい、ありました。ちょっとうまく作れるように、はい、頑張ってまいります。お願いします。お願いします。お願いします。
いや、めっちゃええ打ち合わせだった。本当にガチガチだった。ガチガチだった。ガチガチ。何のガチガチ。いや、でもほんまにあの、結構なんか無理難題とかいっぱい言わせてもらったけど、なんかこう、うまく頑張ってくださるということで。だいぶイメージだったね。ね、うん。これをうまいことこう反映してもらって、出来上がりがすごい楽しみですね。本当にあの、すごい可愛いものになると思うんで、皆さん、この時期はぜひよろしくお願いします。それでは、ブラックビリーでした。バイバイ。It's all that's right, alright.